の枚方市ホタニの志田の畑さんに来させていただきました。いやもうこれはやばいやん。これやばいやばい。これやばい。いただきます。どうぞ。たくて美味しい。やばい。皆さんこんにちは。こんにちは。遊びの姉ちゃんです。やちです。今日はですね、あの枚方市ホタニの岸田の畑さんに来させていただきました。えらい張り切っとるやん今日。いやもう今日楽しみなんですよ。あの1年前に、はい、あの僕ら取材来させてもらったんですよ1回、はい、でその時にあの食べたイチゴがめちゃくちゃ美味しかったじゃないですか。めちゃくちゃ美味しかったっす。ほんであの岸田さんにちょっと聞いたところ、なんとあの畑ちょっと大きくされて、はい、でかつ新しい品種を作り始められたみたいで、はい、でそれが天使のイチゴっていうね。またあれですかね、赤いダイヤモンド。いやそれやっちが前回に言っとったけど全然ハマってなかったから僕。いや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 、多分見ていただいた人にはハマってる。いや多分何それみんななってやるわ多分今。何それだってある。私今日はあのいちご狩りを始められるらしいんで。らしいですね。はい。いちご狩りもちょっとしていきたいなというふうに。ペイも使えます。もう丸見えやけど確かに。それぞれ今から、記者さんにお話を伺いたいなと思います。それでは、はい、行ってきます。Let's go。これ印象的やんな。めちゃくちゃ印象残る。岸田さんピンク好きやから。うん。でいちご、うん、でいちご狩り始めはるから。あ確かに、うん、で赤とピンクって相性いい。で蜂蜜もな、天然の蜂蜜やからめちゃ美味しかった。一緒に買わしてもらって、うん、でペイ使えますとこれ赤いから岸田さん食べてはるんじゃん。ペイ使えるから楽しみやな。行きましょうか。うん。岸田さん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。約1年ぶりぐらいで。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。岸田さん、ちょっとあの伺った話だと、いちご狩り始められたんですね。そうですね。もう僕らはちょっとそれを楽しみにちょっとさせていただいたんですけど、はい、事前に来させてもらって。いやもう第一発目のお客さんということで。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では岸田さん、あの早速ちょっといちご狩りさせていただきたいんですけど、はい、僕ら冒頭でも触れないんですけど、ピーピー赤色とピンク色好きですよね。ああそうなんですよ。肌が赤いから作れるだけですよね。ああ もちろんペイペイ使いますよ。使います。使えるんですよ。機能的にも。はい。あそうですね。いやいや、てっきり。いや、あれこれだけ肌怒られますよ。誰が趣味でこのペイペイの肌。じゃあ早速ではいちご狩りちょっと始めさせていただきたいんですけど。はい。そうですね。うちは40分食べ放題で、はい、で練乳とチョコのソースおかわり自由にしてます。練乳もチョコもあるんですね。はい、どちらも。練乳大好きなんですよ。マジでいいですか。いや、無類の練乳好きやから。無類の練乳好きやから。これで。どうぞ、ありがとうございます。僕もそのままが好きなんで。そのままで。はい。はい、じゃあ、こちらです。ちょっと早速、ちょっと楽しいですけど。いきます。いきます。今、見渡したんですけど、全部いちごですよね。すごい。全部いちごです。これ、岸田さん、これ何品種っていっぱい育てておられるんですか。今年は品種が4品種やった。4つですね。はい。何を育てたんですか。秋姫と紅ほっぺ、はい、それは去年までと一緒で、はい、あと香りのっていうのと、はい、天使のいちごっていう白いちごを増やしました。天使のいちごは白い、白いダイヤモンドですね。白いダイヤモンド。いや、なかなかダイヤモンド好きですね。ダイヤモンド。いや、はい、僕はあんま分かってないですけどそれぞれやっぱ味違うんですよね。あ、それぞれ違いますね、本当に。去年僕らがいただいたのが紅ほっぺ。紅ほっぺです。覚えてます。酸味と甘みがバランスがいい上品なイチゴです。あ、それ僕が言おうとしたやつですね。今から言ってもらいや、ほんまに同じこと、はい、もう覚えてるんですよ。でもそれしかちょっと言いようがないです。はい、秋姫は酸味が全然なくて、はい、まあ、甘さがすごく分かりやすい、はい、結構お子さんとか女性の方が好きな傾向かなって思いますね、はい、で香りのっていうのが、まあ、名前の通りなんですけど、はい、まあ、甘さと香りが強い。風味が、はい、楽しみで白が、はい、まあ、イチゴらしいというか甘みと酸味両方ある感じですね、はい、あとはちょっと完熟で取るのがすごく難しかったりします。見分けが。あ、なるほど、はい、確かに。じゃあもう今から取らせていただきましょうか、はい、前向かったんですけど美味しいイチゴの見分け方、はいはい、もう一回ちょっと伺ってよろしいですか。はい、じゃあこの列で、まあ、ちょっといいやつを一度お見せしようかなと、はい、岸田さん、はい、去年とズボン一緒っす。あ、ズボン一緒です。あのピンクが好きで。やっぱピンク、だピンクと赤色が好きなんですよ。ロゴもめちゃくちゃおしゃれやから。だからペイペイの旗が多分。あ、ペイペイはちょっと関係ないから。あ、機能がやっぱ良かったですね。そうですね、まあこれいいかな。見分けとしては、はい、まず上の方まで
赤くなること、ヘタの近くまで、はい、でもう一つは種まで赤く色づいてくること、はい、覚えてますよですかね、はい、でまあ品種にもよるんですけど、はい、艶が出てきたりちょっとヘタの近くが伸びてくるとか、したらもう完熟。あ、そうなんですね、はい、それを参考に探しましょうか、はい、探していきましょう。岸田さんに教えてもらった美味しいイチゴ、上までちゃんと赤く取って、ニャチも参加して3人で美味しそうなイチゴを選んで、岸田さんにこれが一番美味しいかほんまに判定してもらおう。判定してもらおう。正直やつは多分かなり大きいやつ狙うと思うんですよ。私僕はそんな別にめちゃくちゃ大きくなくても甘いやつ狙っていこうと思う。いやあるけど迷うな。これ迷うな。うわめっちゃいい見つけてしまった。そこやろ、まあ、いちゃんそこはまたあげるわ。まあそこでとどまってるうちはまだまだやな。それいや多分いちゃんはただでかいやつ選ぶと思う。ブラさんサイズじゃなくてあんま質のいいやつ選ぶ。これとかほら、俺のとこやな。いや俺も負けるつもりないから今回は。負けるわけないやし、これかな、やっぱり。え、なんか新種の動物みたいな。いちごと同じ目線で。いや、むずいな、どうしよう。2個まで絞れないけどな。これどうすかね。これめっちゃいいと思います。先生、1枚ね。はい。1枚にしますよ。もう岸田さんがいいって言ったから、もう。これいいと思います。審査で岸田さんが一番って言われる。卑怯やんけ、お前。卑怯やん、なんか。取り方ってありますね。覚えてるんですけど。ああ、そうですね。こうやってこうやって。こうやってこう。違う。え？いちごの気持ち。取り方教えますね。はい。まず、いちごを逆さまにして、で、真下に下ろす。おお。バッチリですね。じゃあ簡単に取れるので。もう決まった。決まった。岸田さんにちょっと来てもらおう。何パターンか言ってましたけど、こいつかなと思ったんですよ。これいいと思う。はい、もう岸田さんがもうこれ OK って言ってたら、僕勝てるんで。おいまたこっそり。じゃあ、取ってみますか。はい。はい、取り方はこれですね。逆さまにして、真下に下ろす。真下に下ろす。はい。すごい。これで勝利。しかもツヤ、これツヤある方がいいですか。はい、ある方がいいですね。ミスやん。同じ品種ですかこれ、香りの。あ、それ当てようと思ったんですけど、今、これ違います。あ、マジですか。実は、はい、多分ちょうどここで切り替わってる。ほら、色ちゃうもんだって。いや、よう分かりましたね。僕ほんま、はい、好きなんで。すごいな。いや、すごいっすよ。すごいっすよ、ほんまに。すごいな。あれ、どこで凄さ見せるいや、めっちゃすごいと思う、ほんまに。え、ちゃうやろと思って。ほんまに、すごい。ここまでが香りので。あ、ちょっとたまたまなんですけどね。はい、向こうから秋姫が来てて、はい、ここで切り替わってます。こっちから香りの。すごい。ほんとたまたま。はい、すごいキラキラ。ややこしいことするやん。勝敗つけにくなったやん。ややこしいことする。品種ちゃうやん。あ、けど、岸田さんには各品種の。あ、そうや、岸田さんそれぞれ。判断してもらえるから。ねち、行ったら。じゃあちょっと、僕も挑戦させてもらいます。いや。なんかプライベートでもイチゴがいて初めて。でも僕は編集してるから、去年のいいこと全部分かったんで。なるほどね。知識は覚えてると。岸田さん、出ていいですか。はい、ずるいな、ね、堂々とこれなんかはどうでしょう。あ、これもいいですね、いいですね、取り頃じゃないですかね。どんなやつ取ったんやろ。出ました、これ。わ、いい感じやな、香りの。そう、美味しそう。見た目はちょっとオレンジっぽいですね。そうです、香りのはちょっとオレンジっぽい品種です。行きましょう。収穫しておりました。はい、岸田さんに僕らが取った、はい、もう自分らが一番最高やなと思うイチゴ、ちょっと判断していただこうかなというふうに思います。はい、岸田さん、あ、じゃあ、はい、見せていただいていいですか。はい、まずじゃあ僕のから。はい。うわ、美味しそうやな。
あいいですね、ポイントとしては、はい、あの種がちゃんと赤くなってると、はい、色づきがいいのとツヤがいいのと、はい、でちゃんと根元まで綺麗に赤入ってるかなと思ったんで、あそうですね、はい、その辺はいいんじゃないかなと。ありがとうございます。ちょっと見させてください、はい、はい、はい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 、いや素晴らしいんじゃないですかね、はい、もうこのまま見てください、この角度で。でも宇宙でやっぱこっちの方が、あでもいやいいですね、あもうでもありますね、はい、本当ですか。でも出ました。でも、はい、言うたらでも2人とも結構時間かかったからな。いや割とここだけの話、1人だけの品種違うのとって言わせてくれる言わせてくれる。なかったんですよ、なんか聞いたら、記者でも伺ったら、一つだけ品種がちゃうらしい。そう。一人だけ違う畝行って取りに行ってるから。なんで、あの反則負け？はい、はい、はい、はい。でも答え出ましたんで。本当ですか？はい。こっちですね。おー。はい、全部いいんですけど、はい、全部完熟で、はい、もちろん僕も取る色づきやし、はい、いいと思いますけど、まあ。優劣つけるならこっちの方が、まあ、美味しそうやなって思いました。いやもう光ってたんですよ、このダイヤモンドが。でも確かにあのダイヤモンド拾わない全然広げてくれない。それともう早速このそれぞれ取ったやつ、あ食べていいですか。あどうぞ食べてください、はい、もうそのまま楽しみ。そうですね、そのままでも、ね、あの練乳つけてでもどちらでも、はい、僕はもうそのままいきます。まずそのまま食べます、はい、これちなみに品種これなんてやつですか。品種は秋姫です。秋姫の特徴は酸味がなくて甘さがすごくわかりやすい、はい、そうです。いただきます。どうぞ。すごい柔らかそう。どうですか。めちゃくちゃ美味しい。やばい、目がパンで開いた。目がパンで開いた。秋姫食べたら目パン開くんですか。目パン開きます。そこ合ってるんですか。いや、ほんま美味しい。香りの、うん、去年いただいたのが紅ほっぺ、はい、あれもすごい美味しかったんですけど、甘い、ほんまに、あ、なんて言ったらいいんだろう、風味がいちごの風味っていうよりかなんか、なんかちょっとあんまり食べたことない味やと思うんですよ。だから表現しづらいというか、でもたとえ表現がおかしいかもしれないですけど、はい、いちご以外の糖度の高いなんか梨とか、うん、そっち系の風味がします。それ今度から僕も使っていいですか。正解やったよ、はい、僕も説明難しくて120点の答え、はい、その、うん、いちごの酸味の風味が強いのかなと思ったら違う風味でした。いちごこれあれだね、いちごって一番先が多い、一番先が一番甘いですね、甘いですね、やっぱり、はい、私一口食べてこの辺から練乳つけるのがベストかもしれない。あ、それはいいと思いますね、その食べ方は。なんかちょっとあの根元までいったらちょっと練乳つけて、うん、甘さをキープする。うん、激うまいな。いただきます。あ、甘い、美味しい。甘いよな、うん、あ、でも梨っていうのは分かるんだったこのね、うん、甘さっていうか、すいません、あの表現むずい品種で、難しいですね。けど去年実際取材に来てこれ食べた紅ほっぺと、はい、いただいて家で帰って、はいはい、食べた時に感じたんですけど、やっぱ取れたてのいちごと数時間後、うん、収穫した後のいちごで味変わった、違ったんですよ。あ、やっぱり取ってすぐが一番美味しいですね。ですよね、はい、このいちご狩り来てな、取れたて食べるのがほんまに美味しいわ。違う品種もいいんですか。あ、どうぞ。やっぱ今さっきの香りのと違いますね、色の濃さが。そう、あのほんまにこっちの方が真っ赤になる。この辺かな。いやもうこれとかやばいやん。これこの辺はやばいやばい。記者さん、木箱で打った方がいいですよ、これ。木箱で。あ、いや、やりましょうか。木箱で打った方がいいですよ、これ。いや、この辺もやばいわ。あ、そうですね、この辺がいける。品種が違うのが分かりますね。やば。まあその辺ですね、はい、ベニンオペは結構もう真っ赤に見えてからあと数日で結構味が変わる。いい方変わります、ね、はい、良くなります。食べさせてもらっていいですか。はい、食べてください。いただきます。ベニンオペいただきます。あ、いいっすわ。なんかもう30個ぐらいいける。もう口いっぱい頬張りたい味。1週間ぐらいずっとこの味しといてほしいぐらい味美味しい。か
買いなれ買いなれやばいわ。さっきの僕食べさせてもらったのがさっきの秋姫、甘さそう、ね、酸味が全然なかったんですか。全然違います。個人的には言うたらこの紅ほっぺの方が僕は好きです、うんうん、この紅ほっぺが一番好きですかね。でやっぱ春になったらまた味も変わるんですよ。あ、そうですか、はい、酸味が立ってくるんでどうしても、まあ、全てのイチゴですけどね。冬の紅ほっぺは本当にうまい、甘くて、はい、これがすごい気がすんねんか俺。すごい、ツヤがすごいですね。紅ほっぺは特にツヤ出てきますね。ちょっといただきますね。はい、食べてください。見てこれ、ツヤわかるかな。美味しそう、紅ほっぺ。はい、あ、いちご。確かに香りの甘さとなんか違う感じですね、はい、全然違うと思いますね。美味しい。なんか熟してるその柔らかさがこっちあって、はい、あ、けど、え、僕香りの結構好きです、はい、あ、ほんまですか、はい、ザ・イチゴみたいな感じじゃないですか、はい、なんか新しく出会えたっていう意味で。そうですね、香りのすごいです。香りの好きな人も結構いますね。白、あ、白いきます。はい、いっていいですか。これやったらいけると思うんですよ。なるほど、ちょっと緑感が抜けてますね。そうそう、はい、おお、白い。でも種赤、すごい、種が赤くなるんですよこの品種は。え、これ、これ見分け方も種が赤くなった方が。そうです、上の方までもう全ての種が赤くなって、あとはやっぱ硬さ触って柔らかければ熟しているかなてかすげえ、すごいわ。種がピンク、え、いいですか僕。はい、どうぞ。食べてください。白いダイヤモンドでしたっけ。天使のイチゴです。天使のイチゴ、はい、ダイヤモンド表現の仕方が違うだけで内容は一緒でした、うん、違う違う違う、はい、いただきます。あ、全然違う。え、すごい。あんま食べたことないですよ、ほんまに。え、あの例えめっちゃ下手なんですけど、はい、クリームソーダっす。何それ。全然違う、あの生産者の人には失礼やけどシュワシュワシュワめちゃくちゃ綺麗中も真っ白なんですよ。クリームソーダちょっと撤回したいです、はい、すいません、はい、なんなんやろ。嘘やろ、バカなん。来た方がいいっすよ。甘いよ、甘い、甘い甘い、いや甘さあんねん。どれも甘くて、けど甘さの種類、例え方が違くて、うん、食べてみたい。順番つけておかしいかもしれないですけど、はいはい、僕ほんま個人的に香りのと、うん、天使のイチゴが 1,2、はい、番です。マジですか。紅ほっぺはほんまにイチゴなんですよ、うん、あ、新しいですよね。新しいですよ、香りのも天使のイチゴも、はい、しかも多分この甘さも取れたてやから味わえるんでしょうね、はい、イチゴ狩りの良さはやっぱり完熟のやつをすぐ食べられるっていうのは。これだって美味しいもんな。それが一番じゃないですかね。え、美味しいですね、はい、待って、なんなんやろ、クリームソーダちゃうねん。いや、4種類食べ比べいいな。こんだけ味しゃうんやったらそれぞれの美味しさあって、やっぱり好み全然違って、あの注文、あの販売してる時も、はい、何の品種がいいってやっぱ皆さんおっしゃるんで、なんかたくさんやってた方が、うんうん、いろいろ期待に応えられるかなと思ってます。よし、なんかね、皆さんも4種類食べ比べして、でかつなんか練乳とかチョコソースね、はい、チョコソースもちょっとつけて味変しながらでも最高ですね、まあ、なくてもね、そうですね、はい、なくても十分甘いんで、はい、石田さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。いや、貴重な体験やね、はい、ちょっといちご狩り楽しかった。いや、楽しかったです。探しながら自分の中、はい、一番ベストなイチゴを探しながら、はい、で、岸田さんに順位つけてもらって。そうです。来た人にも順位つけるんですね。あ、順位つけないです。で、岸田さんの2021年1月からイチゴ狩り、はい、1月、早ければ上旬からスタートして、はい、5月の末までやれれば。5月までやれます。はい、で、紅ほっぺ、香りの天使のイチゴ、秋ですね、はい、その4種類食べ比べてきて、で練乳、チョコソース、
はい、もうおかわり自由で。おかわり自由。40分の食べ放題。40分間で。金額が中学生以上が2400円。はい。はい。小学生が1900円。ああ。3歳から5歳が1600円。ああ。2歳以下が無料です。ぜひ。はい。いや ぜひ来ていただきたいですね。で、ね、あの、イートインスペースというか。はい。はい、食べられるスペースは設けてますんで。3歳から5歳が1600円。いてはるんですか。あ、3歳5歳になろうと思う。あ、ならす。無理があるやろ、それは。え、ひげ剃ってきたからいけるから。こんなん2歳以下になるまで決めよ。え、払うも払う。だいぶ申し訳ないです。どっちにしろ申し訳ない。ちょっと晴れます。中学生ぐらい。はい。いや、もうね、あの、ぜひ来ていただきたいですね。で、ひらかたほだに、はい、ひらかた唯一のいちご園なんですよ、はい、ぜひお近くの方でも、まあ、遠方からでも、はい、で、駐車場も、はい、駐車場20台ぐらい止められるので、ぜひご家族でもカップルでも友達、はい、でもね、来ていただけたらと思います。はい、皆さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、ひらかたさん、あの、去年のこと覚えてあるか分からないですけど、あの、僕ら農業楽しいポーズを一緒に、あ、やりましょう。はい、いやいやなんですよ。昨日ずっと練習してたんで。ありがとうございます。お風呂の鏡。あ、ずっと。お風呂の鏡。イベントでもずっとしてた。ありがとうございます。はい、あ、それではいつもの行きたいと思います。せーの、農業楽しい。ありがとうございました。ありがとうございました。した、白の糸の味が知りたいわ。いや、ほんまクリームソーダやね。めっちゃ、いや、なんなよ、もうマジでカルピスなんかな。白イコール甘いでカルピスになってしまった。そう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 、多分脳みそがそう言ってしまった。勝手に変換してますよ。もろそい記者さんからフォローする。まあ、わかりますね。表現の仕方がわかんないですもんね。難しい。いや、食べたいな。何食べてへん。いやいや、あっちが全部食べるからね。ちょっとなんかあると思ったよ、俺も。なんか一口食べたらね、ちょっと食べてみるみたいな。いや、かもしれないけどみたいな感じなんで、全然いいでって食べようと思ったよ。いや、このご時世さんなんで、やっぱ筋トレちょっと悪いので、はい、責任持って。そんな気にしなかったよ。うんとか言うのは食べなかった。なんか僕もイメトレできました。イチゴ狩りこんな感じかなみたいな。あ、いやいや、まだやったことないんで。こんなうるさいやつ出会えるんですけど。質問ばっかして。